味方か敵か、そこで正しい判断を下すことはアプリケーションとデータの保護のためにとても重要です。その一方でセキュリティが原因でユーザーの使い勝手が悪いシステムになることは望まれません。安全とシームレスの両立は可能なのでしょうか。それでは調べてみましょう。 CA 製品を使えば社員、パートナー、顧客にとって使いやすいシステムでありながら、同時に最も重要なアセットを不正なアクセスから保護することもできるのです。不思議ですが本当です。これは次のように実現できます。まずは CA プリビジットアクセスマネジメントを使います。この製品を使い、セキュリティポリシーをプロアクティブに適用し、仮想、クラウド、ハイブリッド、IT 環境にまたがり、特権ユーザーのアクティビティを監視し記録します。そしてそのアクティビティのすべてを CA スレッドアナリティクスが分析します。ぜひこれは手に入れておきたいところです。動作分析と機械学習技術が異常を検知し、リスクを軽減して漏洩が起きる前に防止します。ここまでよろしいでしょうか。しかもそれだけではありません。 CA アイデンティティマネジメントは組織全体のユーザーガバナンスを可能にします。アカウントへのアクセスを自動的にプロビジョニングし、柔軟な承認ワークローを提供します。また簡単なショッピングカードを通じて全ての要求を処理するため、お客様は楽に操作することができます。これは間違いなくお客様にとっての理想です。最後にクラウドへの移行がますます増えていく現状から、 CA アイデンティティサービスが必要となります。重要なのは迅速で安全なクラウドの採用、ユーザー ID への可視性、各アプリケーションに固有の権限です。つまり複雑なセキュリティの一部にしか対応しないポイント製品と異なり、CA は全てを一つのソリューションに統合するのです。 CA は競合他社の技術への対処を必要としないトータルソリューションを提供する数少ないプロバイダーの一つです。面倒な手間はなく、連動できない要素もありません。これが CA のメリットです。